僕はそんなちっぽけなもんじゃないんですよ。もっと神秘的な世界で、地球なんて本当ちっぽけな、そうですちっぽけな、ちっぽけな存在なんで、そのちっぽけな中に住んでいる中でもちっぽけな人間が考えてることがあって、もう全然当てにならない。そうです。自慢話ね、まあ囲碁はね本職なんで自慢はあまりないんですけど、今アルゼンチン監督ダンスをしてそれの、まあ、自慢話というか嬉しかった話は、はい、どんな最近あったんですけど。最近ですか、うん、というのは今年に入って2月ぐらいでしたかね、 あるこのダンスの、まあ、パーティーというか、アルゼンチンから本場のプロダンサーとか、そのダリエンソっていうその音楽をする演奏するチームですね、その人たちが来た時に、みんなそのアルゼンチン踊る人たちが結構多く集まって、どのぐらい集まったんでしょうかね、100人ぐらい集まってたのかな。その場でいわゆるダンスのちょっとポンペみたいなってですかね、やっぱこの優勝を自由に決めるようなあったんですか。あって、その時に僕毎年アジア大会っていうのに出てるんですけども。アジア大会出られてるんですか。ダンスのね、アルゼンチンで出てるんですけど、一回も予選を通過したことがないんです。で、その今年の2月にそのあった時に出た時に、なんと3位に入賞したんですよ。それでこれがまあちょっと、まあ、自慢っていうか嬉しい話。それはいつもペア組んでらっしゃる。あのね、ペア組んでない、ね、もうその場で、その場の、へえ、それで息が合うんですか。うん、そうです、合わせるんですね。それでしかもそのアルゼンチンから本場のダンサーたちが審査員としていて、6人男性女性3人ですね、6人で審査してくれるので、なので、まあ、本場の人たちも評価ですからね、評価なので、すごいなんか嬉しくて、それがまあ、いや、それはだってね嬉しかったですね。なんであれ単語に惹かれたんですか、リズム。いや、これね、ちょっと語と似てるところがあって、ちょっと大げさかもしれないけどというのは、アルゼンチン単語っていうのは全部即興なんですよ。え、全部即興なの。え、それで初めて組む人でも全部即興ですから、で男性のリードを受けて女性が動くんですけども、そこが5と似てて、5も全部同じ局面ってないじゃないですか、はいはいはい、もちろんね、まあ、マージャンももちろんそうだけど、そこが僕にはとっても楽しかったですね。毎日のように幸せを感じるですね。すごい、すごいですよ、本当にすごい。それは本当自慢できるお話です。自慢話工場ですか。ないんです。あ、まあ、アジアじゃ自慢できないもんね。アジアじゃ自慢できないんで、つまんない人生、ね、本当つまんない人生なんです。確かに
いやでもいやそんなことないと思うな。ありました自慢話。あ、全国47都道府県の麻雀店の飛び込みで営業したことがあります。どういうことですか。麻雀普及をするのがもうプロになった当初から の、はい、夢だったので、はい、50過ぎた時にプロ生活、プロ競技プロ生活をやめて普及に専念しようと思ったんですよ。なるほど。それにあたり、そうだ、全国の麻雀してる営業してる店舗を一回回ってみよう、はあ、素晴らしい。で話聞いてみようって店主たちがどんな考えでこの今営業しててこれからどうしたいのか。これ面白かったですね。そうですか。当時はまだスマホ何もなくて、うん、電話帳頼りに電話かけるわけですよ、そのお店に。で出方を見て、なるほど、あここはいけるなっていうところだけ回ったんですよ。なるほど、勘でね。そしたら3割から4割ぐらいのお店のオーナーが、いや何か恩返ししたいんですよってみんな言ってるんですよ。麻雀でこれまで生計立てさせられてですし、恵まれてきたんで恩返ししたいんですよっていう方たちが全国、こんな街にも、沖縄もそうなんですけども、びっくりするぐらい情熱があって、いいですね。それで名刺交換してこうやってっていう準備まではしたんですけど、その普及の活動夢と現実はだいぶ違って金がかかる話になって、そうですね、要するに普及するっていうことが、それで一旦頓挫してるんですけど、またいつか。あ、いいですね、いい話ですね、素晴らしいですけどね、一緒にしたいなっていうのがあって、それだけは多分麻雀プロの人で誰もやったことないですよね、歩いたこともないと思うんで、それは自慢できるかな。いや、それは素晴らしいお話ですね。囲碁って、うん、この決着のつき方ってほとんど運なんですか。いや、運ももちろんあります。運もありますけども、やはり実力がほとんどを占めますね。運の働く要素っていうのはどういう場面なんですか。つまり力が拮抗した者同士がぶつかった時に、はいはい、運が介在する余地っていうのはあるんですか。人間的に見るとあると思うんですけど、まあ、この神様から見ると運じゃないのかもしれませんね、うんうん、で僕はね、実は運がいい人間だって自分でも思ってるんですけど、はい、実は、はい、なぜかというと、碁を始めたきっかけっていうのは、僕はじっとしていられない子供で、いつもガチャガチャ、ワンパクボールで、学校から毎日のように屋上まで本当にしょうがない子だったんで、うちの試合がこれじゃあいかんって言って、じっとさせるために、落ち着きのある子供にさせるために碁をやるんです。なのがきっかけなんですよ。でその運がいいと思ったのはなぜかというと、父親から言われた言葉があって、僕、まさきなんで、元旦丸で、正月の正殿、中国に行くまさきなんですけど、まあちゃんは琉球王朝の系統だから、はい、人に、何をやっても人に負けることないんだよって言うんですよ、とされたんですね。で、まあ、そういうのはね、何やっても負けないんだって思って、ずっと思ってて。でだから、どうやってても始めたんだけども、まあ、結局は自分は僕のチャンピオンなんだな、今勝った負けたなんてどうでもよかったんですよ。だっていずれチャンピオンになるって思ってる、思い込んでるわけですよね。だからそれも良かったんだと思うんですけど、まあ伸び伸びとやっぱり勝たなきゃいけないと思うと縮こまるじゃないですか。そうですね、うん、ですから、だからそういう意味で運はいいっていうのを試合に教わってたので、それが幸せだったのかなと思いますね。で、宇宙なんですけれども、ああそう、それがね宇宙ね、この5番の中に宇宙を見たんですか。っていうか、いや、よく
囲碁は人生の仕組みだとか、小宇宙だとか、よく言われるように表現されるんですけども、そのね、僕はその、プロになってから14歳から、試合に出て、多分16室の頃ですかね、ちょっと、いわゆる、風変わりの姿をして、で、結構いい成績で、だったんですから、それで、多分ですね、囲碁のライターっていうんですか、感染者みたいかな、の人が名付けてくれたんだと思うんだけど、いわゆる宇宙流、竹宮の方が宇宙流だっていうようなことを、多分誰に言ったんですよね。まあ、特に先生の多分囲碁は、宇宙を感じさせるような広さ、深さがあるんでしょうね。うん、まあ、そういうことなんですよね。いや、古書さんの麻雀も多分そうだと僕は思ってるんですけども、本当に何がいいのかっていうのは本当に分からないんですよ、僕も。でも分からないなりに自分はこういう世界が美しいんではないかっていうような感じで碁を打ってるわけですけども、結局人間もなんかその他の動物たちと一緒で、はい、太陽の力を借りないと生きていけないわけで、そうですね、その中のその巡りの中でこう刺していく、あるいは打っていくっていうことに関しては、やっぱりこう素直に従っていった方がいい、そちらに従っていった方がいいんじゃないかって、人間が考えているような浅はかな知恵や、そんなもので解決できないんじゃないかなっていう、おっしゃる通りだと世界を感じてます。そうですよね。はい、で、よく話し取れるかもしれないけど、その囲碁はいつどこで始まったのかと、今いわゆる起源とか、今言われている説では、まあ、中国とかインドかで初めは碁っていうものが現れて始まって、で今にで日本に伝わってっていうのが多分定説っていうかだと思うんですけども、僕は全然違った観点があって、その話はね、おかしいんですよ。というのは、辻褄が合わないというか、今からたかが3000年、4000年前に始まって、現在に至るというのはね、絶対ありえないんですよ。なぜかっていうと、僕はそんなちっぽけなものじゃないんですよ。もっと神秘的な世界で、で、最近ももう確信はしてるんですけども、いわゆる宇宙人と言われる人たちが人間を作ったと僕は信じてるんですけど、で、その宇宙人たちのやってたゲームっていうのが囲碁だったと思ってます。証明はできないんだけども、多分ですよ、僕の勘では間違いないと自分では今思っています。で、いわゆる UFO ですよね。UFO 僕も見たことあるんですけども、その昔から来てるその UFO の中に、壁画に、囲碁の絵があるんですよ。それは実際にあって、だから、あ、やっぱりあったんだなって、はもう確信しました、本当に。で、こういうことを言う人は一人もいないんですよ。あ、そうなんですか。多分プロ棋士でいないんだよ。しかもこんなことをもし NHK で言ったら、外されちゃうね、カットされちゃう。そうか。そうなんですよ。でも今の話は本当に信じられる話ですね。こそなんだ。だけど、分かりますよね。もうストレートに分かります、ね。ああ、嬉しい。だからね、今日は本当ね、お会いするの楽しみだったんですよ。だって地球なんて本当ちっぽけな、そうですよ、ちっぽけな存在なんで。そのちっぽけな中に住んでいる中でもちっぽけな人間が考えていることがあって、もう全然当てにならないそうです、ね、と僕は思います。あ、本当ですね。いやー、でもいいですね、そうやって考えたら。ね、はるか彼方の時代にもね。もしかしたら麻雀もあったのかもしれないです。そうですね。宇宙人たちの遊びだったり、だってあんなって
信じられないゲームですよね、麻雀って。考えられないです。よくできたっていうか、なんていうか。よくできてます。あ、不思議ですよ、ええ。あ、しかも1から9までじゃないですか。はい、あれ、9っていう数字がすごく宇宙的な数字みたいですね。そうですね。で、囲碁も実は 19×19 なんですけど、はい、361なんですけども、あの19っていうのはすごく宇宙的な雰囲気のある数字みたいなんですよね、なんだか。1、9、19ですか。そうそう。いやこれは本当に共通点ありますね。ありますね。あの、だから、マージャンの場合も1から9。いや本当不思議なゲームでさ、あれだって人間が作ったとは思えないですよね。思えないですね。ですよね。だからやっぱりあったんじゃないかな。これが証明できないのが辛いことですよね。うん、でもね、そういう考え方を支持してくださる方は世の中にたくさんいると思うんですよ。あ、そうですね。それでいいと思うんですよ。そうですね。でそういうことを分かる人ってあんまり手挙げて言わないもんね。静かにね。だってすぐその証明しろ、証明できないものは偽物だってなってるじゃないですか、現代は ね。だからそれはもう愚か。そうですね。現代の愚かさの証明だって。面白い。そうですね。Thank you.